皆さんこんにちは、マムです。タマです。今回は僕たちが飲んでるビーレジェンドの13種類プラス限定フレーバー2種類の計15種類を紹介していきたいと思います。よいしょよいしょ。今回はそれぞれ5点満点で評価し、はい、最終的にランキング形式で発表していきますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。お願いします。じゃあそれでは早速レッツドリンキング。早速二つ目、はい、これプレーンです。僕はビーレジェンドめちゃめちゃ好きなんですよ。そうで、全種類飲んだことなくて、そうな、僕らも個人的に楽しみにした企画なんで。そうなんですよ。はい、じゃあいただきます。うん、なるほど。じゃあ点数をね。なるほどね。結構今回は辛口でいかしてもらいます。うん、本音のね、僕らの本音を伝えたい、はい、いきたいので。これは正直、ビーレジェンドさんの企業案件とかではないんで、はい、僕たちの素直な意見を、ここに書いていくんで、はい、ぜひ参考にしてください。じゃあもう二つ目、いっちゃいましょうか。二つ目、これ。コーラ風味。一杯飲んだコーラ。名前がすごいよね。そう、名前がね、これビーレジェンドって名前すごいんですよ。一杯飲んだコーラだからね。じゃあ、もうグイッていって、グイッてこれ。いただきます。よし。なるほど、なるほど。炭酸が、プロテインで炭酸が入ってるんですよ。うまいな。うん。なるほどね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。3つ目。3つ目。これ。キャラメルコーヒー風味。ほう。これね。美味しそうだよね。ちょっとうまそう。個人的にカフェ行く時もキャラメルコーヒーってめっちゃ頼むよ。確かにね。そう、超好きなのよ。味じゃない。匂いが完全にキャラメルコーヒー。めっちゃキャラメル。いただきます。いただきます。キャラメルコーヒーだな。ほう。こう来たか。なるほどね。なるほどね。なるほど、なるほど。はい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 、はい。今回全部水で割ってるんで、うん、牛乳とかにしたらまたね、味変わる。また違うかもね、これね。四つ目。四つ目。いや、これめちゃめちゃタンパク質飲むの今日。確かにやばいな。これは、いちご。初恋のいちご風味。うわ。いちごって初恋の。これね、初恋、初恋。キュンキュンって感じです。キュンです。いや、低いって。じゃあ、いただきます。いちごだ。いちごいちごだな。いちごだいちご。じゃあ今回ビーレジェンドからは150ミリから300ミリで割ってくださいって書いてあるんですけど、すべて200で割ってます、はい。なんでその水によって味の濃さとかも変わるんで、うん、自分で試してみてください。はい。次これね、めちゃめちゃ俺気になってんのよ。抹茶。これ抹茶のチャチャチャ風味だこれ。たま抹茶好きだもんね。俺めっちゃ好き。俺抹茶そんな好きじゃないんですよ。もともとが。これ多分分かれると思う。分かれるね。いただきます。うわ、抹茶だ、匂いが。あー。おー、抹茶だな。これも、普通に、ちょっと。なるほどね、こんな味だったんだ。うん、チャチャチャって感じだね。チャチャチャって感じ、これ、踊っちゃう、普通に。じゃあ、次、これ。これは、あ、ベリーベリーベリー。これ3つ。僕らが普段飲んでる、味ですね。そう、これずっと飲んでます本当、うん、もうここ2年ぐらい、2年ぐらいか、もうずっとこれだね。うん、でも本当なんかビーレジェンドさんなんか見てたらちょっとお願いします。すみません、お願いしますだから。じゃあいただきます。いつものいただきます。これよ、安定。これ安定ですね。安定。うん、これはねもう安定だ。はいはいはい、はい、どういう味かっていうと、さっぱりしてるんですよね。さっぱりしてる。結構プロテインってなんかこうしつこいとか、うんうんうん、飲みにくいみたいなイメージなんですけど、なんか酸味が効いてるんで本当に美味しいです。そうだね、うん、これはもうちょっとジュース感覚で飲めますね。うん、結構ビーレジェンドさんの味というか、うん、プロテインはねさっぱり系が割と多いのが多い特徴ですね。そう、また次さっぱり系ですよ。リンゴ、すっきりんご。これすっきりんごね。これすっきりんご、すっきりいっちゃいましょうか。これいただきます。いただきます。なんか、おろしりんご。おぉ、おろしりんごみたいな。結構、りんごの風味強いな。うん。うん、結構、りんご感強い。あ、でも、まあ、すっきりしてるわ。なるほど。なるほどね。うん、なるほど、なるほど。じゃあ、次。次、次、次。これは、お、南国パイン風味。南国パイン。これ、パインめちゃめちゃ好きなんよ。好きよな、パイン。パイナップル、果物で一番好きで。うん、
もう果物といえばパイン。じゃあこれ期待した。いただきます。匂いがもう本当にパインですね。パイン。あ、これパインだ。いただきます。いただきます。なるほど、ね。二人ともなんか黙るっていうね。なるほど、ね。うん。あの本音で行くので。うん。よし。よし。じゃあ次。次チョコ。これチョコ。これ何？激うまチョコ風味。ハードル上げるね。やばい。匂いが。おぉ。あー、めっちゃチョコ。めっちゃチョコだね。これね、個人的な話だけど、さっぱり系じゃないと飲めないんですよ。あ、俺も、あの正直苦手。どうだろうな、でも激うまって言うからね、これ。激うま。確かにね。飲んでみますか。よし、いただきます。あ、でも飲みやすいかも。はい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 。なるほどなるほど。あ、飲みやすいな、これ。確かに。なるほどな。あ、迷うな、これ。これまで飲んだチョコの中だと、割と飲みやすい方かも。うん。うん。そうだね。うん、だ、これそんなバナナね、もうこれ。そんなバナナ。もう何ギャグを狙ってるのかな、制作人。すごいよね、これね。すごい。いただきます。バナナ。バナナ好きだっけ、たま。俺ね、そんな食べない。俺もね、食べないんですね。猿。いや、食べないって言って。食べないよね。食べないよね。お互い食べないんだ。お互いね。いや、バナナは美味しいけどね。あの、うん、屋台とかのチョコバナナ。あ、チョコバナナ好き。チョコバナナ。チョコバナナ好きだ。これ、激うまチョコとこれ混ぜたらうまいんじゃない？あー、激うまバナナ。そう、激うま、そんなバナナ。よっしゃ、じゃあ飲みます。いただきます。いただきます。匂いがバナナだ。お！お！ほう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 。あ、うんうんうん。あ、美味しい。飲みやすい。あ、個人的にこれ結構好きかも。うん。これね、多分、牛乳とかで割った方がうまいかも。そうだね。バナナオレみたいな、うんうん、味になる気がする。なんかしつこさがない。うん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 。さあ。続いて。パッションフルーツ。情熱のパッションフルーツ。情熱。情熱といえば豆玉。確かにね、僕は気合だけはね。そう。誰にもね、負けないから、ね。気合はやっぱ大事っすよ。うん、物事やるにも、すべては自分の根性、気合。気合。最後までやり続ける、気合。あの精神論じゃないんですけど、結局ね、あの気合が一番大事なんですよ。そうなんですよ、うん、結局ね、何でもほとんどやろうと思えばできるんですよ、うん、そのやるかやらないかですよ。いただきます。おお、なんか匂いが、お、うまい。待って、これうまい。これうまいぞ。あ、うまい。これ待って、これうまい。え、あ、美味しいわ。これ、これはうまいな。あのね、ベリーベリーベリーとちょっとね、似てる部分がある。うん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 。酸味が強めのさっぱり飲む感じ。うん。美味しいよ。これうまい。美味しい美味しい。よし、さあ、飲みましょう。メロン。これ、メロン。ほら、メロメロメロン。これ、メロメロメロン。よく考えてるよね。確かにメロメロ。メロメロメロンだもんね。メロメロメロン。メロメロになっちゃうから。うますぎて。そうじゃないよ。あんた作ってないのよ。あ、なるほどね。じゃあこれ、メロメロ。メロメロ。いただきます。あ、メロンだ。ちゃんとメロン。メロン。お、ああ。なるほど。いや、ね、あとね、めっちゃメロン好き。俺メロン好きじゃないんだよ。でも、飲みやすいかも。そこは顔ない。メロン好きじゃないだと。メロンね、そんな好きじゃないんだよ。メロン美味しいでしょ。ね。さっき出てきたリンゴも好きじゃないです、あんまり。好き嫌いな。お茶まあ。うん。うん。あ、これね、結構好きかも。飲みやすい。もうあと3つだ。早え。早いな。早えな。まあ、このランキングどうなるか楽しみだよね、ほんとね。そうだね。じゃあ最後。さあ。何それ。ピチピチハッピーチ。名前がね、なんかすごいんだよ。あ、ちゃんとピーチだ。ちょっとミルク感強い。ちょっと個人的にダメかもしんない。マジ。じゃあ、いただきます。あー。うん。うん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 。なるほど。なるほど、もう分かりました、これは。うん。ここからですよ。ここからですね。めちゃめちゃ気になってた味、うん、2種類買ってみたんですよ。まず1つ目ね。うん、どっちからやろうかな。じゃあこっち。うん。これ、我が生涯に一片の悔いなし。どんな味だよ。普通に。これよ。これね。ちょっと飲んでみます。うん。じゃあ、これか。うん。色がなんか。ちなみに色こんな感じ。黄色だね。匂いは、わからない。あ、わからない。
わかる。いや、ね、わからない。これ、クイやったら普通に俺、手見てる。ダメか。ダメダメ。これ、はい、じゃあ、いただきます。ほー。うまっ。あのね、あれだね、デカビタとか、ちょっとビタミンドリンク用。ああ、それだ。それだ。それです。あー、なるほど。美味しいわ。あ、これ、うまいな。これ、うまいな。多分僕らが、割とそのさっぱり系が好きなんですよ。そう。じゃあ、ラスト。ラスト。いやー、めっちゃ飲んだな。これ。ストリートファイターの、そう。昇竜拳。昇竜拳。昇竜拳踏み。昇竜拳出し意味がわからんんだよ。やりたくなっちゃうから。なるほどね、うおーってなっちゃう、確かにね、そんなね、感じなんですよ。バセンゴンして。いや、関係ないよ。関係ないよ。昇竜拳出し。どうか。あのね、色はこんな感じ。ちょっと、オレンジ？じゃあこれ、いただきます。最後。最後ね。うん。うまっ。なんかね、ベリー系で。うん。一旦じゃあこれ、はい、あの僕らの集計して、はい、最後、発表していきたいと思います。はい、集計が終わったので、はい、早速、点数をね、発表していきたいと思います。はい。で、同率が結構多かったんですけど、うん、13位から1位まで。で、最後、最下位を発表していきたいと思います。うん、はい。じゃあ、第13位が2つ。うん、2つ。はい。パイナップルと抹茶です。抹茶。うん。これね、個人的にどっちも好きな味だったのに。そうだね。めちゃめちゃ評価低かった。はい。抹茶に関してはあれかもね。なんか牛乳で割るといいかもね。ただうまいかもね。うん。ちょっと水と抹茶が合いませんでしたね。うん。うん。パイナップルはね、やっぱね、ミルク感が強い。ちょっと。ああ。うん。そうだね。なんか、さっぱり感がそんなにないかもしんない。3点ですね。3点。うん。で、次。第12位がリンゴ。リンゴ。意外に低い。これもミルク感なのかな。なんかね、水とね、うん、こうちょっと合わない感じが。合わない。なんかそうだね、うん。じゃあ次、9位。9位が3つあったので、うん、飛んで9位に行きます。はい。ピーチ、コーラ、うん、チョコ。チョコ。おう。並んだ。これは点数が5点。5点。うん。で、これが、まあ、普通だよね。まあ、真ん中。真ん中だね。うん。うん、10点中の5点だから、真ん中の味。ピーチ、うん、コーラ、チョコ。うん。まあね、そうだね。でもチョコはね、結構飲みやすかったよ。飲みやすいね。うん、飲みやすかった。これまで飲んだチョコよりも、うん。飲みやすい。飲みやすかったね。なんかピーチとコーラはどう？ピーチもね、なんかね、果物では好きな味がプロテインには響かなかったね。ミルク感が強いかも。うん、やっぱ強いかもしんない。うん、ピーチも、うん。もっとジュース感が欲しかった。じゃあまあ、続いて、8位。8位。うん、いちごです。いちご。6点。6点。うん。いや、いちごはまあ、2人とも3-3。まあ、うん、ほんと、まあ、普通よりちょっと上ぐらい。そうだね。うん。飲みやすかった、でも。飲みやすかった。うん。やっぱなんか初恋を思い出した感じ、うん、うん、なるほどね。キュンですって感じです。キュン。はい。よし。次。さあ。次がまた、同率。次6位ね。6位。メロンと、キャラメルコーヒー、うん。はい。うん。これはどう？メロンは好きだったよ。メロン好きだったら、ありだと思う。あ、メロン好きなの、うん、俺、そもそもメロンそんな好きじゃないか。あ、そうかもしんない。そう。でも、逆に、あんま好きじゃない人が3で、うん、好きな人4つけてるから、うん、確かに。うん。割と美味しいの。メロン美味しい人は、割とおすすめ。うん、うん、うん、うん。キャラメルさんはキャラメルさん、俺、キャラメルさん、キャラメルさん、キャラメルさん。あ、俺4。君さん。え、キャラメルコーヒーめっちゃ美味しかったよ。美味しかったよ。美味しかった、美味しかった。めっちゃ美味しかった。次。はい、5回目、5位。はい、5位。5位は、そんな、バナナ。7.5点。あ、これね、美味しかった。これね、俺4点。君3.5点。まあまあまあ、俺バナナ好きじゃなくても、はい。この顔は何？ちょっと訴えてる。バナナそんな好きじゃないんですけど、うん、飲みやすいなと思うぐらい。飲みやすい。これもね、ほんとさっきも言ったかもしれない。牛乳。牛乳で割ると、あ、牛乳、もしかしたら 4.5 ぐらいつけちゃうかも。なるほど、なるほど、うん。水で割って4だった。うん。これはぜひとも牛乳で割ってみてください。はい。はい。さあ、もうこっから。残り少ないよ。4位。4位。昇竜拳って。これね、8点。これ美味しい。これお互い4-4。4-4。これね、うん、美味しい。何味だっけ、これ。え、なんかね、ベリー系。ベリー系か。ちょっとさっぱりしてる。はい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 、はい、うん。続いて、はい、2位。2位。2位もまた2個あるので、2位ですね。はい、2位。ラオウとパッションフルーツ、9点。9点。美味しかった。これはね、マジ美味しかった。あのね、うまい。本当にね、悔いなし。正直、パッションフルーツ、5つけました。俺、なんてんだっけ？ 4。4か。いや、でもね、美味しい。あのね、パッションフルーツはちょっとね、考えちゃった。ベリーベリーベリーが、やめて、パッションフルーツに行こうかなってちょっと思っちゃった。あ、でもね、
わかる。似てる。うん、似てる。本当に。めっちゃあの酸味の酸っぱい感じがすっごい似てるんだよ、うん。そうだね。それ、ラオウは 4.5 ずつだ。おう。うん、まあ、お互い高得点。お互いいいね。うん。うん、じゃあ、1位。堂々たる1位。1位は、ベリー味。ベリー味。まあ、これはね、やっぱね、改めて、うまい。マジで美味しい。うまい。本当に飲んでほしい。本当にこの15種類飲んだけど、やっぱりうまい。うん。お互い5-5で。5-5でね。10点。文句なしの。満点っす。うん。すごいさっぱりしてて、飲みやすくて、本当にジュースみたいな。そう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 。だからこれは水で割ってほしいね。水。ベリーはね。うん。牛乳はね、あんまおすすめしない。うん。水だね。うん。水。さあ、ってなったら、最下位。最下位。15位は、プレーンです。プレーンです。これめちゃきつかったー。いや、もしかしたら、牛乳で割ったら美味しいかもしれないし、うん、人によっては美味しいかもしれないですけど、僕らはね、ちょっとあんまり口に合わなかったかなっていうのが、うん、そうですね。ですね、うん。まあ、これがね、15種類すべて飲んだ、素直な感想です。です今後も、家でできるトレーニング以外のね、企画とかもどんどんやっていきますので、はい、ぜひぜひ、よかったと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。チャーリー。それめっちゃ好きじゃん。めっちゃ好き。ハマってる。バイバイ。